本日私が、ここでお話したい内容は、まあ本当に新しいテクノロジーがもう加速度的に押し寄せております。まあそういうテクノロジー、これを使って、まあ、我々の経営というのは常に構造改革と成長戦略、この2つを追求することが非常に、まあ、皆さんここにいらっしゃる、企業の方々皆さんが常に施行されている2つだと思います。そんな中で実は新しいテクノロジーが本当に加速度的にこう物事を変えていく、まあ、そんな中で言いますと、ここに書いてます通りビジネスの勝敗を分けるテクノロジー、これを具体的に皆さんにお話したいなというふうに思っておる次第です。まあ、1枚この絵を見ていただきたいんですが、ちょうどまあ、この絵にある初代の iPhone は日本で出ましたから2008年なんですが、2007年の6月にまあアメリカでちょうど10年前ですね、10年1ヶ月前スマホが誕生しました。でその時にスティーブ・ジョブズ氏が言ってます。時として革命的な商品が誕生して、あらゆるものを変える。まあ、残念なことにスティーブ・ジョブズは志半ばで亡くなられましたけれども、本当にですね、大きく世の中を変えてきたんじゃなかろうかというふうに思っています。例えば小売業界のこの時価総額をちょっと見てください。まあ、アリババは昔のデータがありませんので、もうウォールマートをはるかに越しております。まあ、ウォールマートさんというのは素晴らしい会社です。世界230万人の従業員がいて、そして50数兆円の売上で、でもアマゾンとアリババはともに、まあ、まさに GMV というんですけども、この世界ではグロスマーチャンダイジングバリューで見ると50数兆円超えてまして、売上でも抜いておる。でなぜかというと、実はスマホが2008、7年に出て、そこからいよいよ爆発したのが2012、3年頃なんですけども、世界中にスマホが普及しだしてから一気に e コマースは爆発しました。ましてやこれから今 AI スピーカーの競争合戦が起こってます。 Google であったり、あるいは Amazon であったり、アリババであったり、エンドユーザーがシニアの人でも音声で買い物が簡単にできる、ポケットにあるスマホで買い物ができる、今度は音声でも買い物ができる、この後のこれからの5年の伸びはどんなものになるかが多分皆さんも想像につくんじゃなかろうかと思います。自動車業界もしっかりです。まあテスラが抜いたり、世界一の GM を抜いたりしてます。まあ今ちょっと時価総額では少し下ですけれども、よく調べてみるとテスラって去年何台出荷したんだろうと、新車を、実は10万台以下なんですね。フォードはというと990万台か、なんか1000万台近いです。まあ10倍以上の出荷台数です。でも時価総額はこんな勢いとこんな勢いです。まあまさにテスラの車に乗られたことある方はご存知だと思いますけれども、単なる自動運転EV ではありませんね。まさにでかいスマホといいますか、タブレットがドンと構えて、それが全て制御して、例えばバージョンアップも電子的に簡単にバージョンアップできるという、そういう世界であります。まあ、これもやはりスマートフォンの大きな力がここにかかったんじゃないかろうかと。ネットフリックスしかりでございます。ネットフリックスは1億人のユーザーになってます。1億人のサブスクライバーが毎月お金を払うというモデルであります。まあそういう意味で映画業界、ちょっとこの比較は少しあれかもしれませんが、ケーブルテレビ会社と比較した方がいいのかもしれませんが、いずれにせよネットフリックスが圧倒的な強さで世界中を席巻している。
半導体の世界もオートナマスカーがどんどん出てくる。そんな中で GPU、 もともとはゲームのグラフィックプロセッサーを作ってた NVIDIA がこの1年だけで、過去1年間で株価が8倍以上になってます。8倍以上。まあこれも一つの新しい、テクノロジーの流れだというふうに思います。さらにホテル業界の世界もまだまだ日本ではいろんな規制とかいろんなあります。世界中であります。でも Airbnb ができたのは2008年です。2008年創業です。2008年に創業して世界中191カ国 6.5 万都市で、もはやヒルトンとかマリオットとか100年ぐらいの企業、たった10年内の企業が客室数ではるかに抜いておる。ウーバー、まあ、我々のディディも、あるいはオラ、あるいはグラブ、たくさんの世界中に出ています。まあそういう意味で言うと利用額だけで見ても2兆円、まあ、これもスマホがなかったら絶対できてませんね。スマホが、まあ、Uber この中で使われた方がある方は多分ご存知だと思いますけれども、本当に簡単に、シリコンバレーなんか行きましたらもう Uber がなかったら生活できないぐらいなもんで、簡単にタクシーを呼ぶことができる、まあ、タクシーと言いますかね、まあ、そういう意味でこういう衝撃、この Uber も設立されたのが2009年のはずですね。ですから、まあ、そういう意味で言うとこの10年内にスマホの普及とともに大きな事業の変革、まあ、昨日私のボスの孫正義が言いました、あらゆる産業が事業を再定義する時が来た。まさにそれが言い当てるんじゃないかなと思います。まさにテクノロジーが既存の事業をまさに塗り替える、まあ、先ほど出した事例がまさにそういう状況であります。私は2年前にここの講演の時にディスラプションと言いました。まあ、あの当時、まだスタートしたいろんなスタートダッシュの会社が、さっき紹介したような会社が出だしの時でした。でもこの2年間でもう爆発的な成長しています。まさにテクノロジーが勝敗を左右する時代が完璧にやってきているということであります。まあ、そんな意味で、前段で皆さんにそういうテクノロジーが世の中を変えた、あるいは事業を変えた、社会を変えた、まあ、そういったことを簡単にかいつまんで見ていただきました。でここから私は、冒頭に言いましたように事業を経営する人間として、あるいは事業を統括する人間として常に重要なのが構造改革であり、もう一個は成長戦略、この2つをどう生み出すか、それが非常にテクノロジーと密接にリンクしているということを、社内のやっておることを具体的に皆さんに今からお話したいというふうに思います。まず構造改革のキーは完璧にニューテクノロジーであります。まあ、昨日もたまたまですね、サイモンがアームのサイモンが言ってました。過去20数年間で1000億個のアームデザインのチップを出荷したと。でもこれから実は4年間で1000億出ていくだろうと、これきっとまあ4年後には証明されると思います。まあ、それぐらい IoT であったり AI であったり、あるいはビッグデータの、まあ、要はデータドリブンカンパニーになっていくということじゃないかと思います。そんな中で私は2つ構造改革のところで AI を使ったり使った事例を皆さんにご紹介したいと思います。この40と言ってるのは実は数え上げたら社内で40個の AI プロジェクトがもう走っておりました。そんな中から、今日3つ現場の担当者も出てきてご紹介したいと思います。それから、社内の RPA プロジェクトは
もうこれはもうあっちこっちで使っておりましてですね、300ぐらいの数になっております。で、まあ、RPA っていうのは皆さんこの中で RPA 使っておられる会社の方ちょっと手を挙げていただけます？まあ、ほとんどいないですね。まあ一言で言うとロボティックプロセスオートメーション、仕事のプロセス、パソコンを使ったりいろんなことをするプロセスをオートメーション化する、人の代わりに作業する、そういう意味での、まあ、ある意味でソフトウェアなんですけどもね。でこれを実は今手を挙げていただいた通りで、まあ、AI のことは年がら年中新聞にバンバン書かれてます。でも現実に導入して成果を出している企業というのはあんまりないんですね。 1.8%。 RPA も同じで結構、まあ、IT 業界の雑誌等には RPA のこといっぱい書かれてますけども、現実に使っている、企業といいますか導入済みがこの程度なんです。これはぜひですね、非常に、皆さんにとって役立つことになりますので、ぜひですね、活用してほしいなというふうに思っています。この事例はネットワーク保守の中の緊急対応です。何か事故が起こったっていうやつです。どっかで何か、なんかこう不具合があるぞとか、まあ、ある意味でアクシデントといいますか、そういったトラブル、それに関する対応のメンバーが、まあ、日々の対応がもう大変です。緊急招集、夜中の2時に行ったりとかですね、まあ、いろんな頻発って、うちのネットワークはあの5年ぐらい1回も落ちてませんが、あの間違えないように聞いていただきたいと思うんですけど、そうじゃなくて常に予知する、その何かのトラブルをあった時にですね、それを予知するという、かつそのためにうちの若手のチームがもうこれはもう毎晩かなわないと、月に11回ということは、その前作業がいっぱいあります。で緊急時でも増員なしで対応できるようにしようということで始まりました。もう一個事例を、これは見積書の作成です。46,200時間、非常に、これはあの私どもの子会社の C&S と、まあ、IT 関連製品のディストリビューションをやってる会社ですけれども、40万点ぐらいのアイテムがあって、そして、1日に750件ぐらいのこう見積もり依頼が来るんですね。これに対して、担当者が作りました。 AI と RPA を使って、やるものです。3つの、まあ、40のプロジェクトのうちの3つでありますけれども、本当にですね、これはまだ AI 的な使い方としても初歩的なものです。まあ、NLC というそのナチュラルランゲージのクラシフィケーションをする、あるいは R&R でリトリーブしてランキングする、そういった使い方です。でもまだまだもっと今後ディープラーニング等も使ってですね、やっていきますと、もっと驚異的なですね、構造改革ができるはずです。まあ、こういった形でですね、今までまあ、何かそのコスト削減であったり時間の短縮、まあ、働き方改革をしなきゃいけない、残業を減らさなきゃいけない、でもそれを AI を使うことによって、あるいは RPA を使うことによって、もう科学的にはっきり言って10分の1とか下手すると100分の1みたいな、こういう効果を表すことができる。多分皆さんのお会社にもたくさんの作業的な仕事がいっぱいあると思います。でなおかつ皆さんのお会社には、今出てきた3人の若い連中以上に賢い人たちがいっぱいいると思います。まあ、そういった人たちが、この AI を使っていくことが非常に、重要だなというふうに皆さんにご提案したいと思います。本当に現場でコラボレーションして検証していくという姿勢なんですね。それで特に業務に精通していて少しロジカルな方でしたら AI は非常に、スピーディーに作っていくことができる。まあ、まさにやり始め先に始めた企業と手をつけない企業では数年内に
大きな差がつくということを皆さんに申し上げたい。で、我々はですね、8月1日からソフトバンクと IBM 共同でですね、ワトソンオン IBM クラウドと、クラウドの上に載せます。それなおかつ API が6から150まで来てますから、いろんな業務に使える。そして今までの AI って高いんじゃないかなというふうに皆さん思われたかもしれませんが、実は数十万円です。最初の開発費用が若干かかるかもしれません。それも数十万円程度。要は先ほど見ていただきましたように、一人の人月分ぐらいで、一人月分ぐらいで10人分ぐらいの仕事をするのがこのクラウドのワトソンであります。そういうローコストなものを皆さんにこれからどんどん提案していきたいというふうに思っている次第です。あと、このニューテクノロジーが起こす成長戦略、これについても簡単にお話したいと思います。私自身は今、ソフトバンク自身は皆さん、ソフトバンクグループは、ビジョンファンズ、いろんなこと、ソフトバンク株式会社は多分ドコモさん au さんと同じようなキャリアだなというふうに思われていると思います。でも私はもうビヨンドキャリア、キャリアを超えるということを常に部下たちとともにやっております。そんな中で AI のプロジェクト、 IoT のプロジェクト、ロボット、あるいはいろんなデジタルマーケティング、ここに書いてある電力も含めてですね、フィンテック、いろんな事業を次から次へと成長戦略として我々のネットワークの上で改善できる業界、それに対してどん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 トライしていこうというふうに思っております。そんな中で、IoT、RPA、AI、あるいはロボット、そういったものを含めてまさにデータドリブンカンパニー、本当にデータがこれから命であります。全てのビジネスにおいてデータが命です。その世界になっていこうと、そんな中で考えますと、IoT のプラットフォーム、後ほど IoT の話をうちの宮川が話しますが、まさにこれからの時代は、今まで我々は情報革命で人々の幸せ、その情報革命が先ほど言いましたように、その ARM のデザインチップが過去1000億、これからたった4年で1000億になるだろう。それは実はここに書いておりますように、公共インフラから製造、物流、建設、農業、いろんなカテゴリー、すべてのカテゴリーにネットワーク、物と物がつながるってことですね。あるいは物と物と人、物と物と人とロボット、全部がつながる、これが確実に起こってきます。そんな意味で、IoT については後ほどお話が詳しくあると思いますが、これが我々の成長戦略です。そんな中で、今日ご紹介したいと思っているのが、実はオフィスにも新しいテクノロジーを使った IoT の世界がやってきた、 WeWork であります。我々は、ジョイントベンチャーを作りました、 WeWork Japan。 まさにすごい急拡大です。後ほどお話詳しく聞いてください。世界中にたった、数年で広がりました。世界中ワールドワイドであり、なおかつオフィスをスマホで完結できる。明日上海でミーティングしたいって言うと、ピュッと入れとくと上海のミーティングプレイスが1時間確保できる、コミュニティができてる。先ほど言いましたように IoT の時代が来る、スマートフォンの時代も来ました。エンドポイントは山のようにあります。そんな中で一方で AI、IoT、 素晴らしい世界、僕らの仕事はもう大きな構造改革ができる世界でも、一方で テクノロジーはコネクティッドエコノミーですから、全てがつながる、その中の脅威というのは非常にある。そのセキュリティリスクが急激に高まっております。ここに書いておりますような、いろんな不正なプログラムであったりとか、デバイス侵入経路、いろんなことがあります。実は
今年の5月世界で皆さんもニュースでご存知だと思いますが、ワンナクライというあのランサムウェア、まあ、身代金といいますかランサムウェアが出ましたよね。これが150カ国に感染して30万台以上のパソコンとかそういったものにエンドポイントに、に脅威を与えました。スマートデバイスにもですねどんどんこの、この脅威が迫っております。まあ、少しこの動画を見ていただければと思います。今あなたがお使いのスマートデバイス、もしかしたら危険にさらされているかもしれません。普段何気なく接続している無料の Wi-Fi スポット、本当に安全ですか？悪意を持ったハッカーは Wi-Fi スポットになりすまし、あなたのスマートデバイスが接続する瞬間を待ち構えています。もし気づかずに接続してしまえば、大切な個人情報がハッカーに奪い取られてしまうのです。メールや通話履歴、アドレス帳などの情報はいとも簡単に抜き取られ、あなたの個人情報は丸裸にされてしまいます。またスケジュールからあなたの行動が筒抜けになり、被害が拡大していく恐れもあるのです。例えば一度クラッキングされた端末を機密性の高い会議に持ち込んでしまった場合、ハッカーはそのタイミングを狙い、スマートデバイスのマイクを起動させ、周囲の音声を録音・盗聴するのです。録音された音声は端末側に保存もされないため、いつ情報が奪われたのか知る術はありません。このようにセキュリティインシデントの脅威は意外にも身近に潜んでいるのです。次の被害者はあなたかもしれません。まあ、ちょっとあの脅かしすぎたビデオかもしれませんが、まあ、現実に、そういったことがいろいろ起ころうとしています。まあ、ズインペリウムのこれはあのソフトバンクの携帯をお買いになった方は基本パックに入りますとこれを自動的に使えるようになっています。まあ、ぜひ、なおかつソフトバンクは今、ここに書いてますようにクラウドセキュリティドーム9、スマート VPN、 サイバーリズム、ズインペリウム、これをベースにセキュリティオペレーションセンター SOC を構築しております。まあ、ぜひ、皆さんにもですねこういったサービスを使っていただいて、より安心して安全に新しいネットの時代を、まあ、によってビジネスをどんどん拡大していっていただきたいなというふうに思っています。まあ、先ほど言いましたけれども、まさにテクノロジーの脅威はテクノロジーで守ると、テクノロジーからいやこんな大変恐ろしい世界だからといってテクノロジーから逃げるとビジネスそのものが大変な状況に陥るということは前半で私が申し上げた通りでございます。最後に、やはり昨日も、孫の方が申しておりましたように、本当に、ニューテクノロジー、新しいテクノロジー、これから IoT の時代がやってきます。まさに膨大なデータを AI が処理し、そして、それをビジネスに直結させる、まあ、そういう時代です。ですからまさにテクノロジーが事業を再定義する、これはぜひですね皆さん今日お越しの皆さん方がこのテクノロジーによって自分たちのビジネスはどういうふうに構造改革すべきか、どういうふうに成長戦略を描くべきか、ぜひ真剣に考えていただければ幸いだなというふうに思っています。まあ、本当にテクノロジーでぜひですねビジネスの勝者になっていただきたい、まあ、それを皆さんに対して支援するのがソフトバンクグループだと思ってます、ソフトバンクだと思ってます。まあ、そんな意味で、今日長々と長時間
ご清聴いただきましたことも本当にありがとうございました。なおかつ、三方の我々のパートナーにも出席いただいたこと本当にありがとうございます。どうも皆さんご清聴ありがとうございました。